はい、こんにちは。カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ召喚1続きやっていきたいと思います。ですね、今ね、ネクスト北の洞窟ということで、今サンドロ島にいます。まあ、サンドロ島前半かな。前半のモンスターは捕まえましたね。キメラと、あとここにブリザードがいたんで、まあそこら辺を捕まえたわけですけど、まだいますからね、このゲームはね。はい、ということで、北に向かうため、リュウさんに行きましょう。あれー。ここで、この白、仲間入りましたね。あ、大目玉いいんじゃん。大目玉いいのか。あ、ここにもいいんだ、大目玉。大目玉4体配合でサイコロンできたじゃん。大目玉はドラクエ4の1章にいますね。まあ、1章のボスと一緒に出てくるって感じかな。初登場は。あ、ちょっと強いね。で、このサイコロンが4体配合でできるんだけど、ドラクエ8に出てくるモンスターです。これね、まだサイコロンのエフェクト1個見てないんだよね。モーションか、攻撃モーションか、エフェクトじゃなくて。いや、こう戦いながら行くとさ、出現するものもいるじゃん。やっぱそんなのをね、抑えながら今回はいければいいかな。この島を全部回る頃には、真ん中で、何？格闘場がどうとかって言ってましたよね。先ほどいた場所。の、マドハンド出てる。ね。こんな感じで、モンスター出現しますんで。まあ、何パターンかあるよね。他国のマスター戦ったイベントあったじゃないですか。自分がスタンバイが出ないとか言ったの。あれはもう忘れてたんで、まあその時点で分かったんでね。いいね、4分の3。4回中3回は入る確率だね、これは。OK、窓。窓ハンドでなんかできなかったっけ？メス。石頭攻撃アップ。指導、無道、窓。窓。あ、ケインね。一匹捕まえとくか。無道、窓。さて、景気づけにもう一匹捕まえといたけど、まああとはスルーでいいかな。ここはレアがいないね。この先かな。え、こいつまだ追っかけてくんの？あれだよね、死にたがりだよ。まあこの真ん中のね、白い犬ね、仲間入れるときはこんな奥まで来なかったもんね。はい、北側に来ました。北に来たということは何かまた変わったのがあるのかなっていう期待はありますけどね。北だけにね、北だけに期待しましょう。ドラ、メラゴースト。あ、なんか起こってんね。スキルの種起こってんね。ここなんだけど、まあ、あの桟橋をぶっ倒せるか。反対側行かなくちゃないのか、あれは。あ、倒せんね、桟橋ね。倒したら G ピットのとこ行ける。
けんだけど、ちょっと回ろうよ。で、ここにも桟橋があるじゃないですか。あるんだけど、この島の北部にある洞窟の奥まで同行する約束のはずだ。他の島へ行くのはその後にしてもらおう。ね。一回 G ピット行った方がいいかな。あれ倒せばだってもう OK だもんね。倒してイベント起きなかったっけこれ。まあこの奥に行けって話なんだけど、骨のとこにもね、なんかあったよね。まあそこら辺だな今回は。じゃあちょっと一旦 G ピット戻ろう。メラゴースト倒しまくったらこいつ出てくるのよ。エビルドライブ。これがレアですね。他国のマスター出してましたよね。こやつはどうしても捕まえたいんですけど。いいね。ドラゴンクエスト6ですね。初登場が入んだろ。 74% って頼むよ。これで入んなくて怒ったりしたら嫌だよ。え、マジで。おお、嘘だ。 74% って。あ、よかった、ワンチャンある。さっきよりちょっとはいいね。これで入んなかったら嫌なんだけど。よし、入った入った。たまたま戻ろうと思ったら今出現してたからね。エビルドライブ、なんかこうやってね、 OK ってやるとこうエビ吉とか出るんだけど、名前付けた方が面白いですよって言われたんでね。封印の技攻撃アップなんだけど、名前思い浮かばないからね、どうしたらいいんだろうと思ってね。だから、これ何に乗ってて何に見えるからとか言ってね、すごいふざけた名前考えつくのすごいプロな人とかいるじゃないですか。自分そういう系じゃないんですよね。だから要はね、ゲームやっててわかるんだけど、ちゃんと主人公デフォルト名前とかつけるじゃないですか。だからそういうタイプなんで、エビルドライブだったらエビルドライブでね、プレイしたい人なんですよね。だから、だけどエビルドライブってこれ入んないじゃないですか、5文字だから。だからどうしようかなと思って。わかりやすいので、まあ、エビジロは嫌だな、さすがに。エビ。だからどういうことなんだろう。エビ像とかつければいいってこと。そんぐらいしか思い浮かばないけど。面白くなるこれで。だってエビ像とカニ像がいいんじゃん、ここに。だからね、多分ね、なんでこういう性格になってるかっていうと、昔さ、RPG やるとさ、人の見てるとさ、なんかすごい適当な、まあ、人のデータだからあんま、とやかく言うことはないんだけど、勇者、とかさ、4つとかさ、上とかいう人いるじゃん。だからそんな、ね、自分の大事に今から育てるマスターをさ、そんな名前つけるのかなとか、自分の子供に、ね、上とか名前つける人っていないじゃん。だからそんぐらい愛情ないんかなとか思っちゃうから、だから自分そういう意味なんだよね。だから愛情があってああいう絵ってつけてる人もいいかもしれないけど ね深いでしょ。自分考えね、一段階じゃないんですよ自分の場合って。まあでも楽しくやるのがゲームだしね、なんかそういう面白い名前つけるのもいいかなとは思うんだけどね。
ああ、こいつはレベル上げなくちゃないね。ボル系も。シャイニングだよね。本当にシャイニングはいるんだよ。だから、スタンバイっていうか、スタンバイにいるのか。ちょっとレベル10まで上げたいな、今回は。今何種類？ 24 種。あれ？マドハンドか。マドハンドで23種になって、あ、そっか、エビルドレベルで24種か。なんで増えてんだと思った、今。これをちょっとレベル上げていこう。はい、ではね、後半戦いきます。まあ、後半戦っていうか後半になってんだけど、まだいいと思うけどね、モンスターは。待って、夜だったから昼間にしていくかな。はい、今、桟橋渡ろうと思ったら、お化けキノコがいきなり出てきた。穴から出てきたんか、これ。いい加減スタンバイとかレベル上げないとさ、困るよね、配合に。100%になったな、これ。GP と目の前にいたぜ、これ。今までいなかったよね。あそこ桟橋を下ろしたら出てくるのかな。まあ、戦いが終わったらね、どこで出てきたかわかるんで、軍隊がにいたとこね、さっき。アンデッド攻撃アップ、トップス持ってない、メラに弱い、毒を向こう。お化けキノコの名前。だってこれ OK ってやるとさ、おばくん。おばきゅう。マッシュルーム、キノコの花粉。ダメだね。実況ありながらだと浮かばないんだけど、どうしたらいい？これでいい？占い師みたいな名前。おばばんがあって。ここにいた。ここの穴から出てきたんかな。まだいるな、サンドル島は。まあ、25匹か、これで。もうちょいやりたいよね、せめてね。おばばんが、おばばんが。ここにピョーンって出てきたね。ここでいきなり湧いて出てきた。お化けキノコ。いきなりだったから、ちょっと会った時はカットしてたんだけど、奥まで行って収録しようと思ったからね。で、サソリンです。やっぱ夜じゃない？夜にここにエビルドライブいたんだね。で、この穴のとことか、だから新モンスターがいきなり出てくる可能性があるから、エビルドライブは、メラゴーストとなんか一緒に出てきたような記憶があったから、まあ、ここら辺だろうなーっていうのはあったんだけど、前もやったもんね。いた、タコックがいる。あ、待って、これ戦闘したら消える？あ、シャイニングいいんじゃん。普通に出てくんだ、シャイニング。結構レアかな、これ。これを作ろうとして、今あれフレーム入れてんの。あ、捕まえちゃったね。サインいいのか。まあ、前をやってた時も出てきたんかな。自分が忘れてるだけだけど、失敗した。だからね、だからそういうことよ。だから今出てきたでしょ。だ、出てくるまでこれいるのを覚えてなかったもん。覚えてないのか、知らなかったのか、忘れてたのか、どれかなんだけど、知ってたけど忘れてるってことあるな。だからもう出たってもうこの時点で分かってるわけだから、シャイニング出ますよって言われたってね、いやもう知ってるよってなっちゃうじゃん。そういう話なんだけど。ああ、そっか、シャイニングいいのか。なんで確率高いのにな。まあ、作ってもいいけど、どっちみち。作ってもいいか、要は、
綺麗な毒と麻痺。だから要はさ、フレイムとさ、シャドウなんか使い道ないじゃん。で、シャイニングできるってことは、まあ作ってもいいってことだよね。捕まえられなかったら作れっていう教訓がキングスライムだったから。なんだけど別に捕まえられるもんね、これね。捕まえたら別なんに配合してもいいってことで。あ、サイコロの違うモーション見れっかな、もしかしたら。そっか、違うスキルワーク上げてっからダメなのか。呪文系覚えれば、そうだね。あ、やっぱ一回戦うと消えんのか、他国のマスター、せっかくいたのに。だから、命令で、まあ、防御でいいや。こうバギー使うとさ、ほら、ほらほら、顔見れるでしょ。お面の下が見れるんだよ、呪文使ったらね。せめてそれをお見せしたかったんだけどね、ずっとバギーとか覚えてなかったから。普通にシャイニング、普通にシャイニングいいんじゃん。やっぱ合ってんな、合ってるんだろうな。ここに出てくるってことは、なんで消えるの？いた。出てくるってことは、やっぱ自分合ってないわけがないんだよ。自分がもうすっかり忘れてたってことだね。ってことはフレームを違うのと配合できるってこと。なんか最近さ、このシャイニング多いよね。ドラクエ10でもさ、これの色違いばっか出てきてたじゃん。シャイニングじゃねえや、なんかね、陰陽師みたいなやつと。なんだこれ。あとダークスピンか、サタンスピンだっけ、スピンサタンか、スピンサタンだ黒いやつ。ドラクエ8の、まあ、8登場モンスターだけど、これシャイニングはね、通常種の名前は書くけどね、アスとかもやっぱ名前あっかね。マイナーなモンスターとかいっぱいいますからね。ランドゲーロとかさランドゲーロとかいっぱいいますよね。溶岩ピローとか最高なんだけど。でもまだこの時ね、ドラケー8までのモンスターしか出てこないからね。シャイニング、ブスケ、ブスケ F ランク、ブスケ F ランクニカってしてるよね。待て、あ、狙いを持ってんのか。渋谷アップ狙いをイオで回復、ヒャドに弱い、イオ系得意。イオイオイオランドでいい。もうだってこれつけとイオランドって誰だよってなるじゃん。シャイニングでもシャクンとかよりいいかね。何匹 ?26 種。いや、もう一匹いるの知ってんだけどさ、いや、もうちょっと先進むか。大サソリと、まあ、シャイニングか。まあ、こっち側行けってことでしょ。ああ、やっぱ一回来てる場所か。大体の探索は終わったんかなって思いますけど、ね、でも北の洞窟って書いてるから、やっぱ北の洞窟行かなくちゃないんだよね。あ、宝、あの宝どうやったの。あったね、宝ね。あー、上から行くのか。あ、上から降りれんじゃん、さっきのとこ。だってこっちから行けないでしょ。
やっぱ反対側から行って宝あんだね、あれね。あれ取るか。桟橋倒せるしね。さて、あそこに他国のマスターいるね。いるんだけど、大サソリ邪魔なんで。多分あそこ降りれるよね。あ、降りれんな。よく考えたらさ、名前つけてからなんだけどさ、シャイニング顔フェチとかでもいいじゃんね。あれ、だって顔だもん。ほら。あんだ、会う前にこれ邪魔なんだけど、ステルスってなかったっけ？これねえんだっけ？消えちゃうよね、他国のマスター。せっかく見つけんだけど、敵が邪魔でさ、戦えねえのよ。あそこから降りていけばさっきの赤い宝開けれるってことでしょ。鎖国のマスターちょっと珍しいの持ってるからね。だけど強いからね、どうしようかなと思ってるんですけど、ね、何がイオランドだよね。イオ覚えてねえのに。もうなんかイオの名前語るなって感じだけどね。ほら消えちゃうんだよね。ここまで行けてれば、この洞窟か。洞窟なんだけど、左側から行って降りて宝だね。あ、洞窟が目的地なんですけどね。ハチコさん種。まあ、これを取るために今苦労したってこと。で、あれを降りて、まあ、リュウサもそうなんだけど、夜だったっけな。あの尻尾一瞬他国のマスターに見えるからやめてほしいんですけどね。まあでも大体回れたかな。そんな感じするよね。こういうさ、物陰とかにもさ、アイテムアンカップしないからね。もう物陰に大サソリいたわ。罠だ罠。さっきここにいたんだっけ。だから敵が襲ってこなくなるようになれればいいんだよね。まあ、とりあえず全部回ったでしょう。はい、ということで、まあ、今回この辺りかな。モンスター探索でしたけどね。もうちょっとレベル上げて配合まで行きたいんですけど、今何周だ ?26 周か。なかなかですけど。ってことは、他のレベル上げて配合してもいいってことでね、そろそろモンスターいっぱいになってきてるからね。シャイニングだけはちょっと取っときたいな。作るとしたら怪しい影と、なんだっけ、低い鳥じゃねえや。誰だっけ、これフレームだ。ね。なんで低い鳥って。これ低い鳥いないよね。いたっけ、いないよね、上官は確か。はい、夜になってさ、スカルゴンいた。何もないとこからいきなり出てきた。まあ、どこで出てきたか。こいついるの知ってたけど、ああ、うわ、会心でこれなんだ。こいつもレアだよね、確かね。うわ、強いな。6%、捕まったら笑えるけどね。捕まる可能性はあるからね、6でもね。やめて。ガンガン行こうぜ、で行こう。そっちじゃねえんだよな。わあ、強っ。そっかそっか、そっか、テンション溜まったのか。なんかやけに強えなと思って。今回これ倒して終わりだね。まあスタートしたかったけど。ああ、まあ倒せんね。うわ、会心であんなちょっとか。あ、73。お、リザードキッズが上がりましたね。場所的に、ここで出てきた。このさ、降りるとこ？この右側の。あ、ブリザードも多分レアだよな。レアっちゃレアなんだよな。ここでいきなり湧いて出てきた。ピローンってここで。
だこの辺りにいるってことだ。ね。倒せない相手じゃないけど、スカウトはちょっときついんかな。あれ ?G ピット戻ればいいや。よっしゃ、じゃあ、まあ、今回ここまで見つけたということで、見つけたモンスターイコール、まあ全部捕まえられるとは限らないんでね。まあ作ってしまえばいいんだけど、スカルゴンも。エビルドライブあたり怪しいですよね。そうなってくるとね。ってことは、シャイニングは捕まえたから、もうシャイニングはいらない。まあいらないっていうか、シャイニングになる材料はいらないから、なんか配合で違うのできればいいんかなって思うんですけどね。シャ君。ね、なんかできんもんね。だってバブルスライムができる。バブルスライム軍隊ガニプークプック。 F ランク1だもんね。さてそれもそうだし、イバラドラゴンプークプックシャドウぐらいしかできないもんね。キメラがランク1個上がんね。アルミラージなんで、ね、ここら辺か。じゃあいたずらモグラ残しといて、あーこれも上がるのか。イオランドで踊る宝石なんのか。オババンガでマドハンドなの。マドハンドっていいなのあいつ。ミラ男なんね。あーこれでもできんのか。シャイニング、うーん、アルミラージバブルスライム作っといてもいいかもね。独特ボビディスラフォース、まあまだこんなのすぐ捕まえられるからね。あのノビストでね、これで27しか。これでバブルスライム出てきた時捕まえることしなくていい。これまあもうあのね、最後の最後だからあれだよね。あのバブルの時代を思い出しましょう、ね、バブルバブリー。これどうなんだ、攻撃アップ。なんかつけない、アンデッドにしとくか。死神とかも結構良かったような気ですけど。まあいいや。よっしゃ、これで27種。ね。あんまいっぱいモンスター持ってると圧迫されちゃうから、ね。今回この辺りでやめときましょう。じゃあ次回はその北の洞窟にすぐ行けるようになってますんで、まあそこで、そこの探索ですね。まあこの島も結構大詰めなんじゃないでしょうかね、そうなってくると。モンスターもだいぶ強いんで、ね、あとはもうスタンバイとかをレベル上げて何になるか、まあ、サイコロンも変えてもいいですけどね。サイコロン物質系にしようかな。で C ランク物質系になったら、あのスカウト級の C ランクの物質系持ってこいっていう、あのスカウト級が終わるんで、まあ、そこに使ってもいいかな、ね、モーション見れたしね、一つ目のね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。